はい、これが連邦債務上限、連邦債務額ということで、債務上限を追っかけて債務額がどんどん増える。つまり債務額の上昇に合わせて債務上限を上げているというのが現状です。で、ニューヨークダウも日経平均も暴落の兆候が見えている。日米との長期金利は過去最低値の最低の値の付近にいると。FRB は金融緩和を縮小するように手をつけ始めた。これらを総合して考えると、恐慌への道を進んでいるのではないか。そしてアメリカの貧困度は過去40年間で最悪になっている。交渉の失業率 6.7% に対して、実際にはアメリカの失業率は 37.2%、 つまりほぼ2人に1人が失業していると。これ大変なことね。日本はそこまでまだ行ってないですよね。たとえ月15万円であれ20万円であれ、収入はある人の方がほとんどです。アメリカはそうではない。そして大手のスーパーのシェアーズやペニーが倒産へ向かっている。ここで僕は日本で言えばイオンやヨーカドーが潰れるようなものですと書いてしまったんですが、ちょっと趣旨が違って、スーパーとしては例えば、ドイトとかそういった類の、スーパーみたいですね。これはい、アメリカの貧困率、2000年、2007年、2008年で比べると、やっぱりどんどんこれ、右肩上がりで増えてるんですね。しかしながら、日本もなかなか健闘していまして、アメリカとほとんど変わらないような貧困率。相対的貧困率とは、各国の中間的所得の2分の1以下の所得水準の全体に対する割合。これで見ると、アメリカとどっこいどっこいなんです。これはどういうことかっていうと、日本、アメリカはほっといてもそうなっちゃう。アメリカはほっといても貧乏人がどんどん増えてくる。で、日本だけある程度みんな金を持ってると困るわけです。だから日本も貧乏人の率を増やしてるわけです、一生懸命。だから企業は内部留保を増やし、従業員への給料を増やさない。それによって購買力が落ちる。経済がどんどん悪くなる。ということで貧困率は増えてくる。貧困率は上がっていく。日本はアメリカに追従してどんどん貧乏な国になっていて、国民も貧乏になっている。それがアメリカのユダヤ人が日本に望むことだということです。アメリカの失業率の推移、上がり始めた、失業率が上がり始めたのはブッシュ の最後の頃。急に上昇してオバマさんでもってちょっと下がったり上がったりしてる。ただしこの辺の数字も粉飾がいっぱいあるんで、真実は何であるかよく分かりません。そして経済の不穏な動きと時を合わせて、なんだかおかしなことがいろいろと起きていると。イランが動き出したり、アメリカの国内で装甲車が大量移動しているとか、何か、不穏な動きが今発生しています。その辺を、まとめて言うには、この、コメントを書き込んでいただいたコメントが一番適当だと思ったので読みますと、戦争特需で復活を画策するユダ金、アメリカデフォルト、ユダ金没落は戦争仕掛け人の資金枯渇を意味します。そうなれば北朝鮮も資金不足で降参し、朝鮮戦争、日中戦争も実行不可能。ユダ金傀儡の安倍ちゃん、刈り上げ君って誰ですか？ジョン。刈り上げ君、高木。パククネ。誰が高木君？パククネ。なんで高木なの？パクジョンヒの通名が高木船、習近平。分かりにくいな。まあ、逮捕
ジアに平和が訪れます。つまり、ね、経済破綻だけで終わっちゃえば一番いいんだよ。そこから戦争に持っていかせれば一番いいんだ。アメリカが破綻し、ユダヤ金が消えて、我々はリセットして経済再建をやる。で、戦争が起きない。これ一番。これを目指しましょう。僕はそれをやりたい。破綻だけして、奴らがもうボロボロになって消えていってくれて、それで終わりにしようよ。戦争なしにして。で、我々はスクッと立ち上がって、経済再建に乗り出す。そうしたい。カリアベ君。